100日でエニアグラムを理解するシーズン3、今日は牧陽子さんです。大活躍されてますよね。最近ね、賞をいっぱい取ってます。さて、その牧陽子さん、タイプはというとズバリ8ですね。はしご酒、ダウンタウンナウンのはしご酒ですごい貴重な VTR があって、でちょっと話それますが、このダウンタウンナウがもう4月で終わっちゃって、このはしご酒コーナーもなくなるらしいですね。やっぱりコロナ禍ということで思うようにロケができなくなったということ で、この回もソーシャルディスタンスでやってますね。でも本当にいろんな貴重な情報本当にありがとうございました。で YouTube、非公式っていうか、違法ながらいっぱいあるんですけど、本当に貴重な情報本当にありがとうございました。でこれにご出演されている時の話がもう本当にあまりにも典型的すぎてね、もう8にするのはちょっとためらうぐらい典型的なんですね。それご紹介します。で弟さんがマネージャーされてて、弟さんにそのちょっとAD さんに対してムカついて、ちょっとあいつボコってこいって言ったっていう話をされてて、そのシチュエーションどうかっていうと、自分より弱いものに対してこの強くいく人がものすごく嫌いって。でその時その3番目の AD さんが男の人で、4番目の AD さんが女の子で、女の子がそのおそらく失敗したんでしょうと、で叱るのはいいんだけども、でその時叱り方がもう ひどくて、てめえなんかバカないんだからさみたいな、このドスの聞いた声で再現するんですよね。でそういうその弱いものに対してこう自分の権威っていうかな、やるのがもう許せない的なことで、で坂上さんがフォローしてて、ある意味正義感なんだよねって言って、そうなんですよみたいな話をしてて、これはエピソードベースなんですけども、竹終わった性格なり、タイプ A とのオーラがもう満載ですよね、この VTR。貼っときますけども、非公式ながら。でもあまりにもね、その典型的すぎて、どうかなとか思うぐらいなんですけど、やっぱりこれ、8以外にはありえないですよね、多分ね。8だと思います。まとめです。タイプ A との牧陽子さん。超姉御肌のタイプ8だと思います。